突然声を聞きたいと連絡しても家族と折り合いつけ仕事帰りの疲れている時でもこちらの相手をしてくれる心優しき兄貴いたずらしても笑い飛ばしてくれるあなたは年齢や性別に関係なく慕われ人が集まってくる自虐ネタで盛り上げてくれる奉仕精神豊かな人いじられ役に徹しみなが話しやすい場を作る才能を兼ね備えた寛容で気配りのできる紳士だけど寂しがり屋で構って欲しいところがあるのがとても可愛らしい嫁には空気のごとく預かられ気を使いながら過ごすが子供にはキャラ弁を作ってあげる子供のようなパパさんそんな優しさがにじみ出てるあなたはみんなに安らぎを与え続けていき癒しを求め